どうも皆さんこんにちは。 FX 専業トレーダーの翔太です。今僕はですね、愛車のベンツの、運転席に、座りながら、まあ、こうして、動画をね今撮っているわけなんですけども、まあ僕はですね、まあ、普段このベンツで、まあ買い物行ったりだとか、ドライブ行ったりとか、まあ旅行に行ったりとか、まあいろいろやってるわけなんですけども、まあなんでね、僕はこういう動画を撮ろうと思ったのかと言いますと、ここ最近僕の YouTube チャンネルの、視聴者の方からですね、LINE アットのトークの方で、翔太さんの、プライベートの部分をもうちょっとこう見てみたいと、謎に包まれすぎてるから、もうちょっと見せてくれというね、そういうお問い合わせをね最近よくいただくんですよね。なのでちょっと今回は、まあこういうね動画を、撮ることで、まあ僕のプライベートの部分をですね、まあ、少しでもこう皆さんに感じていただけたらなということで撮っております。まあ僕はまあ今はねこうやってベンツ乗れるようにまで、慣れましたけども、まあ僕FX で勝てなかった頃っていうのはまあ当然こんなね高級車に、乗ることなんてまあ夢のまた夢というか、まあそういう感じでずっと思ってました。うん、っていうかまあ無縁だろうなと思ってたんですね。うん、まあそれぐらい、まあ僕は昔はね FX で勝つことが、できなくてね、なかなかこう苦しい日々をねずっとまあ、生き続けていたというか、まあそんな感じだったんですけども、まあやっぱりそういう昔の僕みたいに絶望的なね気持ちになっている方ってもしかしたらこうすごい多いんじゃないのかなと思うんですね。やっぱりその FX でまあ勝っているというか、 FX の勝ち組っていうのは全体の中の 5% だというふうにまあ言われていて、でまあその大半のねその 95% のトレーダーはもう負けているっていう、そういう世界なわけですから、まあ、やっぱりこう勝つことができなくて悩んでいると、まあそういう方ってすごい多いと思うんですよ。で昔の僕も正直こういうねベンツとかまあこういった高級車に乗りたいっていう思いはねすっごいまあそういう夢というかね、まああったんですけども、昔はでもやっぱり FX で全然結果が出せないというか、負けるばっかりで、全然まあ、お金は増えなくて、すごいこうイライラしたり、苦しかったり、まあ本当にこう悩み続ける毎日送っていましたけども、やっぱりこれもですね、諦めずにずっと学習し続けることで、僕みたいに、まあ僕みたいにって言ったらちょっとあれですけども、まあ僕はねこのようにベンツに乗れるぐらいにまではねこうなんていうんですかね、こう成功 FX で成功できましたし、これはなんていうんですかね、僕だからできたというふうに思わないでほしいんですよね。これは皆さんも頑張り続ければですね、絶対に結果はねどんどん結果につながってくると、僕はそういうふうに思ってますし、やっぱりその失敗する人というか結果の出せない人って結局その途中で諦めてしまうから結果につながらないんだと思うんですよね。そんなにねすぐに結果が出る世界だったらまあもう一体この世に何人の億万長者がいるんだっていう話になるじゃないですか。FX がそんなすごいね、簡単な世界だったら。まあ、FX というか、まあ、投資の世界ですね。投資の世界がすっごい簡単な世界だったら、もうこの世に億万長者がもうね、うじゃうじゃいることになりますよね。そうそう。だから、やっぱり、それは、なんで、大半の人が、稼げずに終わっちゃうのかって言ったら、さっきも言ったように途中で
諦めちゃうからなんですよね。うん、途中で例えば飽きたりだとか、なんか負けが続いたりとかして、もう、僕には私にはもう FX は向いてない、なんか他のことをやってみようみたいな、すぐに他のことに目移りしちゃうというか、それだとね、あの意味がないんですよね、全然本当に。だからなんていうのかな、諦めずに、まあずっと、あの僕個人としては、成功するまで FX で、FX の学習を続けてほしいし、ずっとトレードも頑張ってほしいなって、思うんですよね。で、まあ僕はまあ日々、僕は普段は、トレードの、なんて言うんですかね、まあチャートの画面を表示させて、まあ本当に普通に、まあトレードの解説ですね、をやっているわけなんですけど、まあ僕はその皆さんのお役に少しでも立つことができるようにという思いでね、これからもどん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 、あの FX の動画講座、頑張って更新していきたいと思ってますんで、まあぜひね、本当にさっきも言いましたけど、諦めずに、これからも日々、努力ですね、まあ学習をして、そして、実践を積んでいって、少しずつ少しずつですね、まあ結果へとつなげていってほしいなって思います。うん、諦めちゃったらもう本当そこで終了なんでね。うん、まあ夢、まあ昔の僕はね、こういう、まあベンツに乗りたいっていう、まあベンツに乗りたいというか、まあその高級車に乗りたいっていうね、思いが人一倍、すごい結構あったりして、まああと、まああれですね、そのタワーマンションに住みたいとか、まあ本当にその典型的な、なんていうんですかね、お金を持った時のその典型的な夢というか、そういったものに人一倍こうすごい憧れがあってですね、まあこうして、まあどんどん、まあなんていうんですか、今となってはもうすべて叶えることが、できてですね、もう今はそのまあお金が、なんていうかな、お金がすべてじゃないなっていうような域までね、達しているわけなんですけども、まあこのでもやっぱりね、最初はそういったその思いで FX 取り組んで行っていいと思うんですよね。そういうお金を稼いで、例えば女にモテたいだとか、まあ女にモテたいとかはちょっとあれかもしれないですけど、まあ女の子に、まあその例えばなんか 男の人だったらなんかキャバクラにね、キャバクラに行ってそのキャバクラの女の子を落としたいとか、なんかそういうね、思いを持ってたりする人多いと思うんですけど、まあ僕はもう最近はそういうのはまあ興味ないですけど、まあそういうキャバクラの女の子を落としたいとか、まあこういう高級車に乗りたいとか、タワーマンション住みたいとか、なんかそういう思いでね、まあその思いをね、できる限りどん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 強くしていってほしいんですよね。もう強く強くその思いを、強く叶えたいという思いを強くすればするほどですね、それがパワーと日々のその FX を頑張ろうっていうパワーへと変わっていくんで、最初はねそういう思いでやっていったらいいと思うんです。うん、ていうか逆にそういう思いがないとただお金が稼ぎたいというだけだとちょっと弱いんですよね。やっぱりそういうなんか目的がないと続かないんですよね。やっぱり思い、頑張り続ける思いというのは、何かそういう具体的な思いみたいなのがないと途中で諦めちゃうことになるんで、何かしらそういう叶えたい、絶対これはこれだけは叶えたいっていう思いはですね、もう強く強く心に刻んで、そして FX 頑張っていってほしいなと思うんですよね。そうすることでちょっと負けたりとか、思い通りにいかないことがあったとしても、ちょっとやそっとのことじゃもう諦めないと、学習し続けようと、 FX に食らいついてやるぞってね、多分こう思うと、思いますんで、これはぜひ参考にしてほしいなと思います。まあ、どれだけ強い思いを抱くかだと、僕は思うのでこれはぜひ参考にされてみてください。まあ、高級時計を買いたいとか、そうですね、海外旅行にたくさん行きたいとか、まあ、そういう思いでいいと思うんです、最初は。
で、それらの夢を一つ一つね、どんどん、自分が叶えたいと思っていた夢がどんどん叶うようになるとですね、今度は、なんか、あ、世の中ってお金じゃないんだなっていう風にね、そういう域にね、今度は達すると思うんですよね。うん。僕は今その域に達してる感じですね。なんか、お金じゃないなーっていう。うん。今、僕は、こうやって、なんていうんですかね、こう、僕が、FX の動画講座とかを更新して、その動画を、まあ、皆さんが見ていただくことで、で、それが少しでもこう役に立ったと。その翔太さんの動画講座のおかげで、だんだんと FX 勝てるようになってきました、みたいなね、メッセージをですね、LINE の、LINE アットのトークとか、まあ、主にそうですね、LINE アットのトークで、いただいたりするケースがね、最近、多いんですけども、そういう、なんだろうな、感謝のメッセージをいただくことがですね、今の僕にとっては、ものすごい価値を感じるというか、お金を稼ぐっていうことなんかよりも全然そこに価値を感じますよね。うん。だから最終的には皆さんにもなんかそういう風になってほしいなっていう思いはありますね。お金じゃないんだなと。うん。でもこの域に達するまでには、まあ、まずは、あなたの今の夢を叶えるというために向けて、まずはお金を稼ぐ。その、すべとして FX を極めるというところから始めていただいて、そして FX を極めて、そしてお金稼いで、あなたの夢一つ一つ叶えていったその先に待つのは、世の中はお金じゃないんだなっていう部分に、絶対にそれを感じると思うんで、これは本当に多分ね、皆さん絶対にそれは感じると思うんですよね、最終的には。世の中お金じゃないなと。うん。でもここに達するためにはまずはめちゃくちゃお金を稼いでほしいわけですね。うん。まあちょっとなんだろうな、かなり深い話をちょっと今回やっちゃってますけども、はい、というわけで、まあ今回の、まあちょっとまあプライベートをですね、ちょっとお見せしようということで、まあ、愛車のベンツの中でちょっと動画を撮ってみたということで。お送りさせていただきました。まあ何かしらね、ちょっとこう響くものがね、今回の動画であなたの心の中にこう何かしらこう感じる部分というか、こうまあ今後の FX を頑張るこう思いにね、つながってもらえたらこう嬉しいなと思います。というわけで。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。翔太でした。